はい、どうも、こんにちは。沖縄大坊でございます。まあね、何、えー、というか、これ昨日の、まあ寝る前にちょっと見たニュースなんですけど、まあ今日のニュースにもまた速報で上がってましたあー。まあね、こういうことなので信用できないんですよ。はい。アウト政府が。全く信用なりません。何がかというと、漏れました。 はい。えー、福ちゃんで、はい。福の一ちゃんで、漏れちゃいました。何がかっていうと、いわゆる、例のね、アルプスのお水ではありません。はい。えー、尾の線の水でございます。尾の線の水が漏れちゃいました。で、これかなりたっぷりと、たっぷりとですね、えー、いわゆる、頬のね、射能ですね。 えたっぷりと頬の車能を含んだお水があ漏れちゃいました。で、その5.5トン。5.5トンです。しかもですよ。すごいです。この大したことないんじゃないのって言ってる方あ、とんでもないですよ。220億ベクレルでございます。はい。220億ベクレル。 お分かりりになりますでししょうか220億ベクレルです 5. 5トン漏れましたで一応ね海に入った形跡はないから大丈夫って言ってます、はい、土地、えー、土にね染み込んじゃったって言ってますけどまずいんじゃないんでしょうかねこれえ土に染み込んだらまあ,あ地下水でね海にも流れるでしょうしはい。 え一応、立ち入り禁止になったみたいですけどね、その漏れた箇所は。でも億ベクレルですよ、220億ベクレルですよ。億ベクレルですようわーって思いました。はいもう、何回これでね、人があー読んできるんだろうって考えると、気が遠くなるような数字でございます。 その数字のものがもうね多分地球上の人全員とはいかないんですけどまあかなりの人が4する数値でございますこれ。わかりますかお国のやることは全く信用ならんと思ってるのはここら辺なんですよ。 なので私弦のパッツンがないところに住んでるんですよ。もう1回で凝りましたからね、1回ではい、えー、この福ちゃんでね、福ちゃんで、もう懲りちゃいましたんで、えー、まあ、福ちゃんのね、事故があって、もうしょうがないんでね、もうさっさと自分のね、何、えー、て言うのかな、お金になるようなものを全部自力でね、処分して、はい、お金自分で貯めてね、で、引っ越しましたから。 原発のない県にね。はい。まあ、そういうことでございますよ。220億ですよ、ベクレル。本当にとんでもない数値ですよ。で、えー、大丈夫って言ってるんですよ。そりゃあね、こういうことやってれば、ね、こういうふうな態度、まあ一応ね、えー、その付近は立ち入り禁止なんですけど、 それでいいんでしょうかっていうか話ですよ。5.5トンですよ。はい。漏れましたと。<laughs> もう、もう頭がおかしいんじゃないかと思います。はい。えー、まあおかしいですよね。はい。なんて言っても自分のやったことも覚えてないような人が大臣やってるような国ですから。<laughs> もう笑いしか出てきません。はい。もうね、自分のやったことが わからないような人間が大臣やってるんですよ、この国は。だからこういうことが平気で起こるんですよ。で、えー、二言目には、大丈夫、影響ない、なんですよ。影響ないと思いますか、本当に。220億ですよ、ベクレル。<laughs> もう、 これ、あの、なんて変な話なんですけど、私、個人的には、個人的にはね、ちいちのね、ピー大嫌いです。はい。個人的にはちチちーチーのピー大嫌いです。でも、まともに思えてきますね。はい。えー、言ってる意味わかりますよね。こう,こういったあ、日本はね、信用できんし、あの、日本の海産物もやばいって言ってる。 なんか地、地位の国がね、ちょっとまともに見えてきます。はい。まともじゃありません、日本。まともじゃな、なさすぎ。私、大嫌いなんですよ。あの、いわゆる、えー、人をね、なんていうのかな、自分のイデオロギーと違う、う、人たちをね、えー、まあ、迫害したりするようなね、えー、社会が嫌いなんですよ。わかりますよね。えー、なんで、 チチーチーのピーは大嫌いなんですけどやってることが少しまともに見えるっていうのはこの国がどんだけひどいのかっていう話ですお分かりになりますよねこれ本当にひどいですよはあもうねもう本当にね、えー、目が覚める思いでございますねはい。 えー、これで目が覚めない人、まだまだいるんでしょうけどね。はい。えー、220億ベクレルでございます。漏れました。はい。わかりますよねこの意味が。 で、土に染み込んだから大丈夫って言ってますけど、えー、その土に染み込んで、えー、まあ地下水とね、えー、合流するわけなんですよね。で、その地下水は海に行ったりとかね、えー、他の土地にまで侵食したりとか、いろいろしてるはずなんですよね。はい。えー、まあ、なんていうのかな。 ぬっぽんダメですね。はいえ。ダメダメちゃんです。はい。220億ベクレルの、おね、お水をね、え漏、ー、らしておいて大丈夫だって言っているぬっぽんは、頭がくるくるー、パーでございます。はい。えー、そういうことでございます。危ないですね。本当に。 もうほんとねダメですねこの国本当にそう思いますもう、えー、もうあもう本当にね思いましたはい、えー、とりあえず記事貼っておきますはい220億ベクレルです、えー、お早めに見てください消される可能性がありますのでねこういうあの悪いニュースはねはいそういうことですそれでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでございました